Okay, so I was thinking about it when that dude was talking about everything, and I'm like, man, it's fucked up that so many random normal people turn out to be evil in this game. So it's like, should I trust this factory chief? He may not be on the up and up. This game is teaching me to not trust anyone. It's a dark day in our lives, ladies and gentlemen. I bet you're evil, Tita. You small bastard. ラッセル博士はどこに？おじいちゃんなら工房その扉の向こう側です。それじゃあ早速アイス。うん、おじいちゃんただいま。Oh my lord, I love the Heihachi haircut. ここをこうしてこうすれば。あ、その人ね。はじめまして。あたし、遊撃士協会、実は、博士に相談。I'm just watching his animations. Look at him. あり？できた！さすがわし、すごいぞわし。Who the man? I'm the man. こいつはす、おお。な、なんなのよ。おじいちゃん、発明に夢中になる数日前から作っていた装置が。なるほど。そういう面目ないです。Alright, come on.聞いた。いいところに戻ってきたな。今からテストをするから。でも、あのね、今度の発明は生体感知器を無効にするオーブメント。特殊な動力場を発生してスキャンをごま本当本当も本当かけ値なしの新発明じゃ。ほれほれ、いいから起動テストの手伝いをせ。うん。しばらく。ほれ、そこの黒髪の、え、僕の、他に2階の本棚から動力場における積力値というノートを持ってくるんじゃ。ほれほれ、とっと、はい。ちょっと。ほれ、そこの、触覚みたいな紙下。触覚。Oh no, you dare! Make me some coffee! Why should I have to make you coffee? I take it black, by the way. Clear as mud! I don't like you. さすが早いな。あれ？そういえば、エステルさんたちは？誰じゃす？そういえば、見覚えのない若い。はて、マードックのやつがよこした真珠。おじいちゃん。And so, Estelle and Joshua inadvertently wound up as assistants in the experiment.After many small, but relatively harmless, explosions and some singeing of the eyebrows, the day gave way to evening. すまんすまん。すっかりお前さんたちを中央工房の新人かと思ってな。いつものノリでこき使ってしまったんじゃ。たく、笑い事じゃないわよ。I don't know, he's having a great time. コーヒーだけじゃなくて、散々手伝いをさせてさ。まあまあ、貴重な経験をさせてもらったと思えばいいじゃない。新型オーブメントの起動実験なんてめったにあった。はあ、お前さんなかなか分かっておるようじゃの。どうじゃ、遊撃士なんぞやめて。もうおじいちゃんたら、ごめんなさいエステル
私も実験に夢中になっちゃって。あ、ティータちゃんは謝る必要はないんだからね。はあ、動力革命の父とか言うからここまでお調子者のじいさんとは思わなかったわ。Oh, thank you for the kindness. しかし、まさかカシウスの子供たちが訪ねてくるとわしの方もびっくりじゃ。やっぱり博士って父さん、うん、結構前からのな。あやつが軍にいた頃からじゃから20年以上の付き合いになるか。私もカシウスさんと会ったことがありますよ。おひげの立派なおじさんですよね。立派というかうさんくさいというか。でもそういうことならあれを預けても良さそうね。そうだね、問題ないと思うよ。なんじゃ、なんかあるの？そういえばお前さんたち、うん、これは興味深い。キャリバーがないのもそうだが、継ぎ目の類が見当たる。しかもこのフレームは、な、何してんの？特殊合金製のカッター。はい、これ見て。あれ、傷一つついてない。どうやらこのフレームはわしが知っているどんな金属よりも硬い素材でできているようじゃ。切断して中を調べるのはかなり難しいかもしれんな。そんなにとんでもない代物なんだ。切断するのが難しいとなると困ったことになりましたね。まあフレームの切断は時間をかければできるじゃろう。しかしその前に測定装置にかけてみるべきかもしれんな。測定、さっきの実験でも使ったあの大きな装置のことですよ。動力波の動きをリアルタイムに測定するための装置なんです。よくわかんないけど。 I don't know what that means。 簡単に言うとこのオーブメントがどんな働きをするのかがわかるんじゃ。もっとも動力波の動きだけではあくまで推定の範囲内にとどまるがな。それでも重要な手がかりは得られる可能性が高そうですね。それじゃ早速。でもおじいちゃん、そろそろご飯の時間だよ。エステルさんたちもよかったら食べてってください。あんまり自信はないですけど。それじゃあ遠慮なく。よかったら僕たちも手伝うよ。よし、それじゃあこうしよう。食事の支度が済むまでわしの方はちょっとだけ。ダメ、私だって見たいんだもん。抜け駆けはなしなんだから。ケチ。 I rule this house, fool。 なんていうか血は争えないってやつだ。腹も膨れたことじゃし、早速始めるとしようかの。それではエステル、例のオーブメントを台の上。これでいいの？ご苦労。ティータや、そちらの用意はどうじゃ？よろしい。それでは黒の動力機の動力波測定実験を開始する。黒のオーブメント？なんかまんまなネーミングね。The dark thingy of impending doom。 シンプルイズベストじゃ。はっ！とりあえず名前がないのは不便じゃからの。ドキドキ。ああ、この子はこの子ですっかりやる気満々だし。よし、それでは始める。ティータ、装置の起動を頼む。出力を 45% に固定。各種測定器のスタンバイ開始。了解。各種測定器準備。さて、ここからが本番じゃ。入出力が見当たらない以上、中の結晶回路に動力波をぶつけて反応を探るしかないわけじゃが、
そこでこの測定装置の進化が発揮されるというわけ。ノリノリね。へへへ、ポチッとな。へえ、いかにもそれっぽい光ね。なるほど、ああやって結晶回路に負荷をかけるのか。よしよし、ティータや、測定器の反応はどうじゃ。なんだか変かも。なん？タコメーターの針がブルブル震えちゃって、あ、くるくる回り始めたよ。なんじゃと。なんじゃこれは。よっしゃ、あの時の黒い光、なんじゃと。Oh no, a blackout. Oh crap.That man's wearing a top hat. おじいちゃん、測定装置を止めなくちゃ。止めてくれ。あと少しで何かがつかめそう。ちょっとちょっと、町中の消防へ。なんと、仕方ない。あ、元にも。ケーキの方は。ダメじゃ、何も記録しておらん。That's unfortunate. ということは、生きていたのは黒の動力器が乗った本体のみ。あとは根こそぎということ。よかった。実験を中止した。あ、よしは。うん。照明は元、まだ騒ぎは収まっていないけどね。そっか、でも一体全体な。そうじゃな、あえて表現するならば動力停止現象というべきか。動力停止。オーブメント内を走る動力が働かなくなったということですね。やっぱりその黒の動力器が原因なのか。うん、間違いあるまい。しかしこれほど広範囲のオーブメントを停止させるとは。面白い、すこぶる面白いわい。面白がってる場合じゃないと思うんですけど。博士。あ、わあ、マドック、いいところに来た。 How's it going, Marty? いいところじゃありません。 Motherfucker, everything turned up and I know you're behind this. 毎回毎回新発明のたびにとんでもないさ、街中の照明を消すなんて。しけえな、今回は。 Not even my fault this time. そこに置いてある黒の動力。 Is that thing? それは、なるほど。それが原因なら、この異常事態もうなずける。だからと言って、あんたが。You are still guilty! ちぃ、バレた。Ah, nuts! You got me! なんか、やたらと息が合ってるわ。いつもこんな感じなんだ。あう。And so the first day in Zace kept everyone busy.Due to how late it was, Estelle and Joshua stayed at the lab for the night. Yeah, hitting turbo just fast forwards the blackness. So what, is that black orb mint essentially an orb mint canceller? Seems like that's just what it does. そうだね。それにしても、想像していた以上に大変。実験には失敗しちゃったけど。おはようございます。 Hello, small girl with hat. おはよう。そうですね、エステルさんたちは。よ、うん、バッチリよ。そういえば博士はもう起きてるの？あ、おじいちゃん、朝早くに中央工房に行っちゃった。絶対に黒の動力器の秘密を突き止めてやるわ。はあ、あれだけ工房長さんに釘を刺されたのに
僕たちが持ち込んだ品物を調べてくれるのはありがたいけど気にしないでください。おじいちゃん、自分が調べたくて調べているだけなんですから。そうだ、朝ごはん食べたら私も中央工房に行きますけど、エステルさんたちはどうします？もち付き合うに決まってるわ。あのオーグメントの正体も知りたいし。そうだね、何か手伝えるといいんだけど。はあ、だったら一緒にお出かけですね。あ、いけない、スープを買ったか。すぐに朝ごはんできますから、もうちょっと。いいなあ、あれお持ち帰りにできないかしら。エステル、おじさんっぽい。 Estelle, that's slavery。中央工房に行くとしますか。その前にできれば念のため昨日の一件について報告。あ、それもね。ティータちゃん、ちょっと寄り道してもいいか。はい。 Alright, let's go stop by our、place of work before we move on to the next thing. Out of curiosity, are these still good? Yeah, they seem to be fine. Haven'tFucked anything up yet? おはよう。昨日は大変だったわね。早速報告を聞かせてもらおうかしら。あ、相変わらず。大体の状況は工房長から聞いているけど、実際に現場にいた人間の説明も聞いておきたいから。はい。Here are all the details. なるほど。さすがカシウスさんのところに匿名で届いただけあって、真っ当な品ではなかったわね。ギルドとしても気になるから。このまま博士に協力するといいわ。うん、そのつもりよ。何か分かったら報告します。Alright. How about here? Nothing. However, that has changed to medium. Which means I believe we can do another event before it goes rut-row. So we will. I'm watching it like a hawk. Don't worry, there are a lot of auto-saves. I will roll back.My personal rule of thumb is to do all the quests on the board. My second lax rule of thumb is that if I can't finish them, I just won't accept them. So it will not be a blemish upon my beautiful notebook here. Because everything else has been fine. We've been great. We're doing awesome. All of them are nice little circles. And I want to keep it that way. Or else, I'll cancel the Let's Play. I'm being a little dramatic, but you know. Alright, he's on his workshop on the third floor. Let's see, design room. There we go. Hey, mata shippai ka. Oji-chan, otetsudai ni kita yo. Oh, Tita! Oya, omae-san tachi mo kita no ka.やっぱり気になっちゃって。で、一体何してるの？見ての通り、工作機械を使って黒の、これがなかなかうまくいかなくてな。どういうことですか？百聞は一見にしかずじゃ。ポチッとな。クリック。お、なにこれ？It's a saw. 工作用の丸ノコです。特殊合金製で。へえ。It just turned off the Orbman inside it. 小規模だけど、どうやらこの黒いやつは監視をしようとするオーグメントの機能を停止させてしまうらしい。 Alright, so this thing basically goes off whenever something is fucking its own functionality and just turns it off. Which I guess makes sense given what happened with Time Stop. But what was Time Stop effectively doing in that case?Like, I don't think it was stopping anything with this thing. Unless, since they counted, it was affecting everything. It's like, oh no, the Orbman can't move? Fucking whatever. I don't know. So, but, Oji-chan, yube みたいに周りに広がったりしないの？どうやらこの停止現象は周囲で稼働中のオーグメント有効範囲はおよそ逆に言ってしまえば範囲内に稼働中のものがなければ。なるほど。
じゃがそれが分かったところで肝心要の機械を止められてはこれは困ったことになったの。なんとか人間の力で切断する気合と根性でとか。無茶だよエステ、特殊合金製のカッターでも傷。ああそっか、だったら火を使えば溶鉱炉に入れて溶かす。そんなことはやっぱダメか。いやいけるかもしれ。What are you telling me? I was correct. 高温で溶かす方法ですか？いや、そうではない。要は動力、オーブメント機構で作動する機械を、工作機械を動力以外で動くようにしてしまえばいい。機械を、そんな方法があるんですか？内燃機関といってな、火を燃やしてエネルギーを生成する仕組みがあるのじゃ。アイディア自体は昔からあるが、動力機関よりも効率が悪くてな。ただ工作機械くらいなら簡単に動かすことができる。そんなものがあるんだ。なるほど、それで火なんですね。でもおじいちゃん、内燃機関のユニットなんて確か中央工房のどこかに研究用のものがあった。おっと、それから燃料。燃料って？いや、ガソリンという燃焼力の高いものが必要じゃ。溶剤としても使うから割と、なんとかいけそうじゃの。よし、早速工作機械を改造し。私たちも何か手伝えること。リータちゃんみたいに専門的なことは無理だけど、だったらその内燃機関とガソリン、少々思いが遊撃し。オッケー、任せて。内燃機関どこに置いてあるんですか？はまさかどこにあるのか忘れ、忘れた。あっさり言わないでよ。あのエステルさん、多分演算室だったらどこにあるか分かると。演算室？5階にある部屋で動力演算機があるんです。中央工房に関する情報が全部記録されているから。すごいな。てなわけでよろしく頼む。まったくもう。Well played, old man. I'll do it. まあいいや。とりあえず、誤解。All right, let's start moving floors again. Operations room. No, that's the outside. There we go. Wow, なんかすごそうな部屋ね。どうやらここが演算室。おや、君たちは。見かけない顔だけど、演算室に何か用かい？私はここの技術主任のトランスというものだ。はじめまして、遊撃士協会の者です。実はラッセル博士の頼みで。ラッセル博士の。ラッセル。また。Oh fuck, he's not in trouble again, is he? またって。You have no confidence in Professor Russell, do you? I mean, I get he's a genius. He did the stuff. But I wouldn't be surprised if he rotted in a cell. そういう話か。その程度だったら、それじゃあせっかくだから検査。この円筒の装置が今では動力演算機は飛行船の航行制御なんかにも使われる。このカペルは現時点で世界最高の情報処理速度と高度な汎用性を備えている。構造物の強度計算から情報検索まで何でもござるさ。で、情報検索のやり方だけど、まずこの正面のパネルで情報検索モードに切り替える。すると動力信号が配線を通って記憶オーブメントにアクセスする。記憶オーブメントには光情報を管理するクォーツが大量に仕込まれているからね。知りたい情報があったら簡単に引き出せるって寸法さ。あと、ここまではいいかい？ No sweat!もうバッチリよ。すごいなエステル、ここまで最新の技術だと僕にはちょっとわからないよ。嘘です、
ごめんなさい。っていうか、何言ってるのかさっぱり意味不明なんですけど。My choice didn't matter. How dare you? It's okay. At least she's honest. Oops! My shit broke. Help! Help! I slightly sat back and now- help! Help! It's broken! Help! Turn on! Hey! We got it! My controller's back. I got scared and did a pop-up saying that it was broken. Man, fuck computers, am I right? It should've been on a console like a real video game. What are we doing? Touch the panel? Fuck it, we'll touch the panel next time, I'm leaving. I'm gonna do these side quests off screen. And, some other stuff, but I think that's a good time as any to go. I gotta edit this, and I'm thinking about grabbing something to eat. You know, I have to enjoy my Mexican heritage of Taco Bell sometimes, right? And look at that! Product testing is available, so we will do the following off-screen, and I'll tell you about them later, which is seeking an interim librarian, a ferocious monster known as the Chronocider will be defeated, and a tester for a new sneaker model. I'm sure some of these are interesting to go through. That's just not my Let's Play, man. That's not the thing I'm just going to be going through. We're kind of cutting through the filler stuff. And, yeah, that's kind of how that's going. Thank you so much for watching this episode of Trails in the Sky, and I will, see you next time for even more. I'm so hungry.